マルティヌス5世は、コンスタンツ公会議での教会大分裂の解消後に、選出されたローマ教皇である。本名オットーネ・コロンナ。オットーネは、ローマの名門コロンナ家出身で、家柄に加え有能な実務家だったことから、ローマ教皇ボニハテウス9世に仕え、インノケンテウス7世によって、数奇教に挙げられていた。グレゴリウス12世とは対立して、ピサ教会会議で選出された。 アレクサンデル5世とヨハネス23世の指示に回った。1414 14年に新生ローマ皇帝ジギスムントの後押しで始まったコンスタンツ公会議では、ピサ教会会議の結果、出現してしまった3人の教皇たちが退位あるいは敗位され、その上で1417年11月にコンクラーベを行った。十三人の数奇教と三十人の代表たちによる選挙の結果、 49歳の夫をねが選ばれ、その日の成人の名前にちなんで、マルティヌス五世を名乗った。そして1418年4月に、公会議を閉会させた。ローマは、ジギスムントと対立していたナポリオ・ラディズラーを一世が、占領していたが、1414 14年に死去した後は姉、ジョバンナ二世が即位していた。マルティヌス五世は1419年10月に、ジョバンナ二世に、 ナポリオ大冠式を取り行うことで和解、安全を確保した上で1420年9月にローマ入りを果たした。メディチケはヨハネス23世を支援し、ローマ教皇庁の総財務管理者となっていたが、マルティヌス・5世もメディチケを信任し、引き続きその地位を与えた。1424年、マルティヌス・5世はメディチケ当主ジョバンニ・リビッチに、 モンテベルデ伯爵位を授けようとしたが、彼はこれを断ったという。教皇には、従来の懸念であった大規模な教会改革を行うことが期待されていたが、それは実行されなかった。当時、ローマが荒廃していたため、教皇はマントバとフィレンツェに住み、1420年9月に初めてローマ入りした。ローマでは秩序の回復に努め、 旧三ピエトロ大聖堂やラテラの宮殿などの修復を行った。建設費用と関係して、この1420年に、それまでローマのユダヤ人が支払っていた税を、イタリアのユダヤ人全体の共同責任で拠出することが定められた。教会大分裂は終わったが、ヨーロッパには数々の重大な問題が横たわっていた。一つ目は、 フランスとイングランドが争う百年戦争。二つ目は、公会議で処刑されたヤンフスの支持者であるフス派がボヘミアで起こした反乱。三つ目は、公会議の約束として新たな公会議を召集することである。一つ目の問題である百年戦争に対し、教皇マルティノス五世は1418年と1422年に、フランスへ和平施設を派遣したがこれは紛争解決に、 何の効果もなかった。むしろ当初は、イングランドと、その同盟国ブルゴーニュの利害を担当することが多く、1426年に、イングランド王ヘンリー6世の王子で面識がある、ヘンリー・ボーフォートを、数奇教に任命したり、1418年に、ブルゴーニュ公ジャン1世のオイブラバント公ジャン4世と、メイジャクリーヌの結婚を許可したり、ジャクリーヌが離婚して、 グロスター公ハンフリーと再婚、グロスター公がネーデルラントを狙い始めると、ベッドフォードージョンと阻止を働きかけたりしている。1428年、グロスター公とジャクリーヌの結婚を無効とし、グロスター公がこれを受け入れてからは、ニッコロ・アルベルガティス・ウキ教と共に和平に向けて、動いたが、マルティヌス5世の財政中は、具体的な検討はされなかった。 教皇死後の1435年に、ブルゴーニュの仲介でイングランドとフランスが、講和会議に出席、アルベルガティス・ウキ教も、仲介役として出席したが、イングランドが会議を離脱。その後は、ブルゴーニュとフランスの和平を保障する立場に変わり、1420年に、イングランド・ブルゴーニュが結んだ、トロワ条約の無効宣言。フランス・ブルゴーニュ間のアラスの和訳締結を後押しした。 二つ目のフス戦争はより厄介な問題であった。ボヘミア王ベンツェルがフス派を庇護していたため、1418年にベンツェルの弟であるジギスムントと共にベンツェルへ圧力をかけた上でフス派弾圧を始めた。翌1419年にベンツェルが亡くなると、その地位をジギスムントが継承したが、この継承を認めないフス派が放棄した。 教皇は1420年3月にフス派討伐の十字軍直所を、八不死諸公により、討伐軍が編成されたが、多大な戦いの末にフス派の前に敗北した。翌1421年に再結集した十字軍も、また大敗し、以降フス派討伐の十字軍はしばらく組織されなかった。教皇や皇帝らは、ポーランド王ブワディスワフ2世に圧力をかけ、 オーロイでフスハ軍の軍司令官、ジギス軍とコリブトオビチオフス派から、離脱、退去させた上で、1431年1月の、教皇の政就直前に十字軍を再度結集したが、8月に十字軍が、フス派と退治した際には、十字軍諸侯はフスハ軍を、前にして、恐怖に駆られ、戦う前に敗走し大失敗に終わった。結局、フス戦争も、その解決は、 強行の死後に持ち越された。三つ目の課題である、公会議の招集に関し、マルティヌス・五世は、コンスタンツ公会議の協力を尊重し、1423年に、次の公会議を開くべく、パビアにおける開催を宣言したが、薬病の流行によって、シエナへの開催地位点を余儀なくされた。しかし、そこでも参加者が集まらなかったため、同公会議は開催されなかった。 最終的にバーゼルでの公会議の開催が決定し、開催に向けた準備がなされていたが、開会を待たずに1431年2月20日に、卒中で成居した。他に、東ローマ帝国との対話も試みられたが、身を結ばなかった。なお、フランスの圧力によって起こったアビニオン補修、及びその結末である、境界大分裂の教訓から、これ以降現代に至るまで、 フランス人はローマ教皇に選出されていない。教皇選出前は穏やかな性格で公会議主義に柔軟な対応をとると周囲から見られていた。ところが選出されると期待とは正反対の行動をとり、公会議が教皇権を制限することに反対し、財政再建のため教皇庁の税制改革、規律改革を推し進めた。 数気教たちからは、その強行姿勢を恐れられ、絶対君主に例えられたり、強行の前に出ると、数気教たちは縮み上がって、赤くなったり、青くなったりしたという。強行権の扱いだけでなく、異端にも厳しい対応を取ったりしていたが、状況によっては寛大な対応に切り替える、柔軟性も持ち合わせていた。スペインには、対立強行クレメンス発生がいたが、 内部の争いを止められずに、自滅、1429年に対して、マルティヌス五世に忠誠を誓うと、それに応えて、パルマデマヨルカ司教に任命した。ヨハネス二十三世にも、同様の処遇を与え、ジョバンニの取りなしで、トゥスコロ司教とした。ただし、1424年頃に作られた、サンジョバンニ洗霊堂にある、ヨハネス二十三世の母妃には異議を唱え、非文に、 かつて教皇であった、ヨハネス23世と書かれ、かつて世紀の教皇であったと思われる曖昧な印象を与える日文の変更を命じたがフィレンツェは、取り合わず、現在も、母妃と共に残されている。ユダヤ人への迫害にも、反対、1422年と1429年に、反ユダヤ的な説教を非難したり、ユダヤ人の子供に洗礼を強制した者を、破門したりしている。 鈴本 P184ABCD バンソン、P134AB スチュアート P185 シオバロ P72 鈴本 P147P148 スチュアート P185 セハラ P273P274 セバラ P412P413 森田 P73P75 ABC スチュアート、p 百八十六中島健治、中世末期のイタリア中部における、ユダヤ人とキリスト教社会の関わり教皇庁と、ユダヤ人銀行金沢大学経済論集九百九十九年三月、p 六十三松村、p 六十二軌道、p 二百三十 p 二百五十六 p 二百五十九軌道、p 二百十四 P222, P230, P250P251, P261P262。鈴本、P184P185、P188P189、P192P193、P197P198。セハラ、P279P280、P282。P P289P290P295P296 スチュアート P185P186 バンソン P135 森田 P73P77P78 八、塩バロ P73 ありがとうございます。